皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。皆さん、マクドナルドは好きですか私は大好きです。マクドナルドは世界中で愛されるファストフードチェーンです。世界中。 どこに行っても同じ味が楽しめるマクドナルドですがマクドナルドのメニューって国によって違うのを知っていましたか今日は日本でしか味わえない特別なバーガーや季節ごとに登場する限定メニューを紹介します きっと気になる商品があるはずです。日本旅行の際にはぜひこれらのユニークなメニューを試してみてくださいね。今日は日本のマクドナルドが誇る独自のメニューラインナップをお楽しみください。それではスタートです。 まず紹介したいのは、テリヤキマックバーガーです。1989年に登場して以来、日本のマクドナルドの定番メニューとして君臨し続けています。焼き鳥のタレのような甘辛い特製テリヤキソースで味付けされた ジューシーなパティにシャキシャキのレタスとマヨネーズが絶妙なバランスを生み出しています。日本人の味覚に合わせた和風テイストのバーガーとして海外からの観光客にも人気が高いメニューです。次にエビフィデオです。 エビ本来の歯ごたえと深い味わいが自慢のザクザクエビカツにオーロラソースが相性抜群の自信作です。エビフィレオは特に女性に人気です。バンズはごま付きバンズ。エビフィレオの中身は上から オーロラソース、オニオン、レタス、エビカツ、マスタードとなっています。柔らかいバンズ、シャキシャキのレタス、衣がサク、エビがプリ生地にエビを殻ごとすりおろしたエビペーストを加えています。 エビの食感たっぷりのエビカツにさっぱりとしたまろやかなオーロラソースが相性抜群です。次にチキンタツタです。和風の醤油ベースの特製ソースで味付けされた鶏胸肉のパティにシャキシャキのレタスが 添えられています。竜タ田タという名前は日本の伝統的な料理法、竜タ田タ揚げに由来しており、和風のテイストをファストフードに取り入れたメニューです。食べるとふんわりしたバンズの優しい味わいを感じ、 生姜醤油の風味が香ります。チキンタツタパティはサクッと柔らかく、チキンの旨みが印象的です。クリーミーなタツタソースでこってり、シャキシャキ食感のキャベツも合わさり、各素材の味わいを楽しめます。 秋の代表的なメニューは月見バーガーです。月見バーガーは月に見立てたプルプル卵が入っています。ジューシーな100%ビーフパティにスモークベーコンを乗せてボリューミー。濃厚な トマトクリームソースを組み合わせた最高の一品です。半熟卵を乗せたこのバーガーは日本の秋の風物語、お月見にちなんで名付けられました。濃厚な卵黄とジューシーなパティの組み合わせは 多くの日本人の舌をうならせています。冬の人気メニューはグラタンコロッケバーガーです。外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケです。クリーミーなホワイトソースに相性抜群のエビとマカロニを加えています。 キャベツ、濃厚なコクのある卵ソース、スパイス感が特徴の特製コロッケソースを合わせます。バンズはバターを加えたリッチなふわふわの蒸しバンズです。寒い季節に心温まる一品として 長年愛されています。続いてサイドメニューから抹茶フラッペ。蓋を外すとホイップクリームたっぷりで魅力的な見た目です。抹茶パウダーとミルクのドリンクベース、ホイップクリームなどで作られています。 ストローで飲むとひんやりシャリシャリ食感。しっかりとした抹茶の風味が広がり、甘さ控えめ。後味はすっきりしています。月見パイ。たっぷりのあんことお餅が入ったパイです。お餅がすごく伸びます。 パクリと食べたいのですが気をつけてとっても熱々です。パイはそんなに熱くなくても中身がとっても熱々なので食べるときは注意です。つぶつぶのあんこととろとろのお餅が相性抜群。 パイのサクッとした食感も楽しむことができます。あんこが甘すぎないので甘いのが苦手な方にもおすすめです。いかがでしたか気になるメニューはありましたかマクドナルドはその国の文化や 思考に合わせてメニューを作っています。世界中の人に愛される素敵なファストフード店です。あなたの国の一押しメニューは何ですかぜひコメントで教えてください。日本を訪れる機会があれば、ぜひ マクドナルドにも足を運んでみてくださいね。意外と日本の食文化を体験できる特別な場所なんですよ。今日はここまでです。次は字幕なしで今までの文章をおさらいしてみましょう。 皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。皆さん、マクドナルドは好きですか私は大好きです。マクドナルドは世界中で愛されるファストフードチェーンです。世界中。 どこに行っても同じ味が楽しめるマクドナルドですがマクドナルドのメニューって国によって違うのを知っていましたか今日は日本でしか味わえない特別なバーガーや季節ごとに登場する限定メニューを紹介します きっと気になる商品があるはずです。日本旅行の際にはぜひこれらのユニークなメニューを試してみてくださいね。今日は日本のマクドナルドが誇る独自のメニューラインナップをお楽しみください。それではスタートです。 まず紹介したいのはテリヤキマックバーガーです。1989年に登場して以来、日本のマクドナルドの定番メニューとして君臨し続けています。焼き鳥のタレのような甘辛い特製テリヤキソースで味付けされた ジューシーなパティにシャキシャキのレタスとマヨネーズが絶妙なバランスを生み出しています。日本人の味覚に合わせた和風テイストのバーガーとして海外からの観光客にも人気が高いメニューです。次にエビフィデオです。 エビ本来の歯ごたえと深い味わいが自慢のザクザクエビカツにオーロラソースが相性抜群の自信作です。エビフィレオは特に女性に人気です。バンズはごま付きバンズ。エビフィレオの中身は上から オーロラソース、オニオン、レタス、エビカツ、マスタードとなっています。柔らかいバンズ、シャキシャキのレタス、衣がサク、エビがプリッ。生地にエビを殻ごとすりおろしたエビペーストを加えています。 エビの食感たっぷりのエビカツにさっぱりとしたまろやかなオーロラソースが相性抜群です。次にチキンタツタです。和風の醤油ベースの特製ソースで味付けされた鶏胸肉のパティにシャキシャキのレタスが 添えられています。竜タ田タという名前は日本の伝統的な料理法、竜タ田タ揚げに由来しており、和風のテイストをファストフードに取り入れたメニューです。食べるとふんわりしたバンズの優しい味わいを感じ、 生姜醤油の風味が香ります。チキンタツタパティはサクッと柔らかく、チキンの旨みが印象的です。クリーミーな竜タ田タソースでこってり、シャキシャキ食感のキャベツも合わさり、各素材の味わいを楽しめます。 秋の代表的なメニューは月見バーガーです。月見バーガーは月に見立てたプルプル卵が入っています。ジューシーな100%ビーフパティにスモークベーコンを乗せてボリューミー、濃厚な トマトクリームソースを組み合わせた最高の一品です。半熟卵を乗せたこのバーガーは日本の秋の風物語、お月見にちなんで名付けられました。濃厚な卵黄とジューシーなパティの組み合わせは 多くの日本人の舌をうならせています。冬の人気メニューはグラタンコロッケバーガーです。外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケです。クリーミーなホワイトソースに相性抜群のエビとマカロニを加えています。 キャベツ、濃厚なコクのある卵ソース、スパイス感が特徴の特製コロッケソースを合わせます。バンズはバターを加えたリッチなふわふわの蒸しバンズです。寒い季節に心温まる一品として 長年愛されています。続いてサイドメニューから抹茶フラッペ。蓋を外すとホイップクリームたっぷりで魅力的な見た目です。抹茶パウダーとミルクのドリンクベース、ホイップクリームなどで作られています。 ストローで飲むとひんやりシャリシャリ食感。しっかりとした抹茶の風味が広がり、甘さ控えめ。後味はすっきりしています。月見パイ。たっぷりのあんことお餅が入ったパイです。お餅がすごく伸びます。 パクリと食べたいのですが気をつけてとっても熱々です。パイはそんなに熱くなくても中身がとっても熱々なので食べるときは注意です。つぶつぶのあんこととろとろのお餅が相性抜群。 パイのサクッとした食感も楽しむことができます。あんこが甘すぎないので甘いのが苦手な方にもおすすめです。いかがでしたか気になるメニューはありましたかマクドナルドはその国の文化や 趣向に合わせてメニューを作っています。世界中の人に愛される素敵なファストフード店です。あなたの国の一押しメニューは何ですかぜひコメントで教えてください。日本を訪れる機会があれば、ぜひ マクドナルドにも足を運んでみてくださいね。意外と日本の食文化を体験できる特別な場所なんですよ。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととても嬉しいです。また 次の動画で一緒に散歩しながら日本語を勉強しましょう。またね